はい、それではこれからハイオーダー文献紹介しまして、ハイオーダーローランクテンソルスフォーセマンティックロールラベリングを紹介させていただきます。自然言語処理研究室の竹野です。と、はい、文献情報です。ナックルの今年の2015年のロングペーパーの内容になっています。で、この文献はセマンティックロールラベリング、まあの研究報告の一つで、要はどういうふうに、まあ、組成表現をするかという話で、まあ、テンソルを使って、まあ、あらゆる組み合わせを考慮するんですが、まあ、あらゆる組み合わせを考慮するとどうしてもモデルが複雑になって莫大な数になると、まあ、もうそこの問題があるので、まあ、そのモデルを複雑にせず、まあ、ある程度大きさを抑えつつ、より、まあ、多くの組み合わせを考慮できるようなモデルっていうのはどういうふうに作ったらいいのかっていう話が中心的になります。で、まあ、それをするために、まあ、テンソル分解という、まあ、行列を複数の行列にまた分解する SVD のような操作を行っておことで、まあ、モデルの複雑、たくさんの組み合わせを考慮しつつ、まあ、モデルの大きさ の, その爆発を防いで、まあ、これまでの手法シェアドコンル2009年で報告されたようなシェアドタスクの、まあ、組成が本当にかなり作り込まれた重いモデルよりも良い結果が得られたというのがこの文献の紹介になります。で、まあ、ざっくりここから紹介していきます。まずセマティックロールラベリングからです。セマティックロールラベリングというのは構文情報から述語と項の関係を求めるタスクです。で、この例でいきますと、下が、まあ、構文情報です。で、上がセマティックロールになります。まあ、この部分もセマティックロールじゃどちらかというとファンクションラベルですね、機能ラベルって言われるようなものです。で、この場合、まあ、ホールディングに注目してほしいんですが、ホールディングの主語っていうのは、まあ、ユネスコですと。で、ホールディングが何をホールディングしているかっていうと、ミーティングをホールディングしている、まあ、開いている。で、まあ、あとは場所のパリっていうような、まあ、関係を、まあ、セマティックロールラベリングと言います。で、求めるべきタス、正解データとしましては、下の情報から、まあ、ホールディングミーティングは A1 ですよ、ホールディング、インは AM6 ですよ、ホールディングユネスコは A0 ですよ、みたいなような、まあ、タップルの集合 Z を求めることが、まあ、最終的な目標になります。で、まあ、本文では直接に扱わないですか、まあ、二部グラフ最適化などを使って、まあ、このような問題が解かれてきましたと。で、本論文では、まあ、ここの部分を使うんですが、まあ、要はどういうふうに組成を作り込んでいくかっていうところがこの論文でのメインになっていきます。で、セマティックロールラベリングっていうタスクは、まあ、長年研究されてきたので、まあ、それなりにノウハウが溜まっていまして、SR における組成は、まあ、テンプレートとして、まあ、言語ことでもかなり体系化されているっていうのが述べられていましたと。でもこれがチェ2009、エタオル2009ですかね、ぐらいでもすでに述べられていると。で、まあ、言語ごとにかなり体系化されているんですが、まあ、そこで使う組成っていうのが結局語彙組成や、まあ、語彙組成と他のなんかパス組成品種組成を組み合わせたものでして、結局組み合わせ組成を使うと、まあ、データスパースネスで特徴空間が、まあ、爆発的、スパースになっていくと。で、実質に使う、でその中で必要な特徴量っていうのは実質に少ない項目だけですだったりする、まあ、データスパースネス問題の、まあ、当然起こりまして、また、まあ、語彙データ直接使ったりしますと結局、まあ、語彙に特化しすぎて科学種の問題とかも結局引き起こすことになります。なので、まあ、まあ、特徴組成抽出を行う際に、まあ、よりコンパクトでより汎用的なモデルを作りたいというのが、まあ、普通のモチベーションなので、まあ、これまでの手法としましては次元圧縮みたいなようなものが行われてきました。まあ、次元圧縮の手法の一つとしまして SVD みたいなようなものがあるわけです。で、本研究では、まあ、これ似たようなモチベーションなんですが、で、まあ、そうです、 SVD とかを使うと、まあ、モデルが圧縮できて、でより、まあ、汎用的なモデルが作れると、しかも、まあ、コンパクトなモデルが作れるっていうのがやっぱりいいわけです。で、高次な組み合わせで本研究では、まあ、それを組成の表現を
まあ、いくつかのグループの組成、4つのグループの組成に分けていて、それらのテンソル積、要は4次元配列をこの場合だと、まあ、述語と述語に関する組成と項に関する組成、パスに関する組成、役割ラベルに関する組成をグループで4つのグループで仕切って、それらの組み合わせ、あらゆる組み合わせを、まあ、テンソル積として求めています。で、まあ、このテンソル積をそのまま使うと、その重みを学習しないといけないんで、モデルが爆発するんですが、まあ、それをうまく、抑えるために、まあ、テンソル分解ということで、4次元構造を、まあ、複数のテンソル、複数の行列に分解して保持することによって、まあ、パラメータ数を低く保ちつつ高い性能を持ったモデルの構築に成功したというのがこの研究の方法になります。で、まず、まあ、定式化ですね。まあ、数式ざらっと書いているんですが、まず、基本的にはこの Z っていうのがタプルです。その係り受けのラベルの集合です。これらの集合のことを、まあ、Z って言っています。で、X っていうのが単語で、 Y がその構文情報ですねと考えてください。で、 Phi が、まあ、そのこれらの組み合わせに対する特徴量空間だと、特徴抽出器だと考えてください。で、基本的には、まあ、何かしらのスコア関数を作りまして、まあ、そのスコア関数を最大化するようなタプルの組み合わせを、まあ、答えとするっていうのが、まあ、問題になります。で、典型的、一番典型的な手法としましては、一回述語論理を使って、まあ、パーセプトロンで学習するような形ですね。パーセプトロンで学習するような形で、適切な重みをそれぞれの組成関数で抽出できた組成の重みを学習してやって、で足し算してやる。で、その最大値を、まあ、最大値となるような引数を求めてやるっていうのが、まあ、一番基本的な、まあ、流れになります。で、この論文では最終的に、これに対して、テンソル積で作った特徴量空間を、まあ、重み付け平均している、重み付け平均をすることによって、より高性能な値を、より高性能なモデルを構築しています。この場合だとガンマがハイパーパラメータになって構築していますと。で、ここから説明するのはこの部分の項がどういうふうに展開されて、なぜこういう項が求まったかっていうのを、まあ、説明します。はい。で、ページが1個消えてる。すみません。ページが消えてますね。まあ、すみません。で、彼らの手法では、すみません、ここが組成抽出関数になっていまして、まあ、0、1の関数です。で、P っていうのがプレディケートで、まあ、述語、A っていうのがアーグメントで、まあ、項の組成、パスっていうのが、その係り受けパスの、組成で、 R っていうのがロールラベル、下のこの下のサブジェクト、ここのラベルのことですっていうように、まあグループ分けしまして、それらのあらゆる組み合わせを取っています。まあ、これをまあテンソルとして表しています。で、まあ一番直感的なのが4次元の配列、4次元の配列を想像してもらって、まあその一個一個に一つのなんか組成が割り当てられているという感覚です。なので、まあ、組成、これに対して重みを作ろうと思うと n×n×m×l ということで、指数的に、組成の数、組み合わせを全部考慮するので、まあ、爆発的に増えてしまうというのが、この、まあ、そのまま点数積を使うだけでは問題があるというのがまず問題点です。なので、まあ、このまま扱うのは問題なので、これらを、まあ、低ランク行列に分解しようというのが、本研究のモチベーションになります。で、この際に分解する際に、まあ、組成の長さを、行列にして、まあ、PQRS、それぞれの対応関係ができるように PQRS の4つの行列を作ることになるんですが、まあ、その際にここの時はベクトルなんですが、ベクトルに対する、行列ってことで、適切な、まあ、小さな値 K を作りまして、P かけ、この P の組成の数かける K みたいな形で K かける N、 K かける N というふうに、まあ、
定数を1個設けまして、まあ、行列にして、まあ、分解して、で最終的にそれの足し算で、まあ、組成の重みを表現してやるというちょっと特殊な転する分解の方法を用いていますと。で、イメージとしては、まあ、スコア計算はで最終的にそれぞれの、組成を P と組成関数 P の重みを足し算掛け算し、まあ、内積とってやって最終的にそれらのあらゆる組み合わせの掛け算を行って足し算するというような形になるので、まあメモリの上では n×n×m×l っていう物直なモデルを保持せずに、まあ、効率よく保持できるというのがこのモデルになります。でイメージとしましてはちょっとざっと言ったんですがイメージしにくいんですが、あらゆる組み合わせを考慮しようとすると、まあ、こういうような立方体のこれ3次元の場合ですね、今4次元なんですけども、まあ、3次元の場合ですとこことこのような、まあ、関係になるんですが、まあ、このパラメータこの全部の1ブロック1ブロックに1つの重みが入っていると考えるんですが、まあ、テンソル分解を行うとこの対角線の数だけ、まあ、一応求めているというふうに考えると、まあ、これよりはこっちの方が明らかに少なくて小さなモデルができるよね。で、まあ、最後掛け算して、まあ、デコードしてやれば、まあ、うまく組成が表現できるよねっていうのが、このテンソル分解での基本的な考え方です。で、ここから、まあ、定式化が終わりましてもう学習の話になります。でもう一回式のスコア関数を上げるんですがパラメータとしましてはこの中でやったら W と組成に対する重み P、Q、R、S の、まあ、5種類なんですが、まあ、W はベクトルで P、R、Q、A は行列です。 P、Q、R、S ですね、すいません、は行列になります。でこれらを、まあ、学習によって最適化していきます。で、コスト関数要は、パーセプトルみたいな感じなので、コスト関数損失関数を作成、まあ、目的関数を作りましてで、正解例と現在のスコア最もいいスコアの例を比べたときに、まあ、どれだけ差異があるかっていうのを、まあ、定義してやれば学習はできます。で Z は今回タップルなので、まあ、正解と比べたときに、まあ、以下をこのようなルールに従ってコストを与えることによって損失関数を定義しています。でまずまあフォルスポジティブ、まあ、不必要なアークが Z の集合の中にある場合には1で必要なアークがないフォルスネガティブの場合にはプラス 2.0 で、まあ、その関係をちゃんと持っているんですが役割ラベルだけが異なる場合にはプラス 0.5 というようなルールを作って、まあ、コスト関数を与えてやります。で最終的にはまあヒンジロスを利用した損失関数を利用していまして、先ほどのそうですね最優解はこんな感じですね。最優解というのは元のスコアに対してどれだけ Z のこの2つの正解セットに違いがあるかっていうのを足したものがを、まあ、最大化したものが、まあ、推測の解になります。で、推定の段階を行って損失関数というのは結局この、実質的には、まあ、このようなコスト関数、元のやつにコストがどれだけ増えてるか、まあ、予測した答えに対してまあ、コストが違うので、まあアークが違うのでコストはどれだけ差異があるかっていうのを、まあ、ヒンジロスにして求めていますと。でこれを、変微分なりを使ってパラメータに対する寄与をうまく求めていることで、まあ、学習を行います。でその際の学習の、ステップ幅っていうのはこのような式になりますと。パラメータシータっていうのは、先ほど言ったような、まあ、WPRQS のやつの、まあ、集合のことでまあ、それぞれのパラメータの変化幅っていうのは最終的にこのような式にすることによって、求まりますと。で C っていうのは定数でこの関数のいるところはまあ定数 C かもしくはここがアダプティブに変化していくんですが Gθ っていうのがパラメータのその変微分の値ですね。スコア関数に対して変微分を行うことによって、まあ、どれぐらいそのパラメータが寄与しているかっていうのが分かるので、まあ、その差を取ってやって、
その、まあ、2乗で割ってあるアザグラットみたいな形を取ることで、まあ、損失が大きければ大きいほど、損失が大きくて、まあ、その寄与が大きければ大きいほど、まあ、大きく変化するような、まあ、学習の重みの更新法になっています、っていうのがまあ学習です。でもこれをオンラインアップデートでオンライン学習を行うことによって最終的に学習を行いましたというのがこの論文です。で、今回学習を行うんですが、パラメータ W と P と R2QS が、まあ、ヒートツのヒンジロスを使っているんですが、まあ、パラメータに対してヒートツのため、初期値にかなり、性能が依存すると言っています、著者らは言っています。で実際、まあまあ、その学習するために、まあ、初期値が結構いい初期値を使えば、まあ、いい結果が求まれるということなので、まあ、学習の際に良い初期値を、まあ、求めたいというのが、筆者らは言っています。でその際に、まずまあ最初に、まあ、W と P と R と Q と S の間には、部分的にこっち側一回実語論理を使っているので、まあ、部分的にこちら側で対応する組成、対応する重みっていうのがあるので、まあ、そこで対応するものはそのままその初期値を用いるのが一番良いだろう。でその他の組成をどういうふうに求めるかっていう形なんですが、本来ならばまあ、テンソル分解を行うので、まあ、分解を行ったものと元の t っていうのが、元のパラメータですね、元分解を行う前ですねっていうのが、こういう SVD の結果みたいなものを使って、まあ、これを最適化するような PQRS をそれぞれ求めたいんですが、まあ、これをやろうと思うとここの数が爆発的に大きいので、まあ、計算量とメモリ量がメモリの使用量が大きすぎてまともに計算できないと。で論文で言うとここの値が10の11乗ぐらいなので、とてもだが、まあ、SVD を使うことはできない。なので、これは1995年に提案されているパワーイテレーションを使うことによって、まあ 逐次的に最適解を求める方法を使うことによって、まあ、この部分をまあ解決してやろうというのがパワーイテレーションになります。で、まあ、詳細はまあ、ざっくりしか言わないんですが、逐次的に PRQS をまあ収束するまで、このまあ最初に P 以外をまあ最適 P 以外の値で P 以外の値で値を求めて、まあ、P を変微分して P だけで最適化する。で次に、まあ、Q だけで最適化する、で R だけで最適化する、 S だけで最適化するみたいなものを繰り返していって、まあ、収束するまでずっと繰り返すことによって、まあ、凸関数、これが2乗の凸関数であるので、まあ、収束する、まあ、収束することが保証されていて、まあ、それが近似的に最適解を求めているっていうのが、まあ、パワーイテレーションです、まあ、詳細ちょっと省きます、時間の都合で。はい、で実験結果になります。でこの実験結果は、まあ、コンルの2009年のシェラタスクで使われていたデータセットとそのまま SRL で使われていたデータセットとまんま全く同じですと。で提案手法がこの上3つで、ここの真ん中っていうのが、比較手法になります。でまあこれはそのこの比較手法以外にもちょっとリランキングっていう処理を挟むことによって、まあ、性能が上がるんですが、まあ、基本的にはここの比較が妥当、こことこの比較が最も妥当で、で、まあ、リランキングはリランカーっていうのが使われているんですが、まあ、リランカーはこっちの性能、こっちのまあ手法にも適用することができるので、まあ、こことこの差は、まあ、比較に、参考になるんですけど、まあ、こことここを比較する意味はあんましないということです。で、こことここだけの比較をしますと、でコンル2009で使われた手法っていうのが、まあ最大 82.08 ということで、既存手法の最高性能は 82.51 ということで、コンル2009の時よりもかなり良い結果が得られました。でさらに筆者が述べていたのは、この性能ファーストプレイスっていう一番良かった性能っていうのが非常に、言語スペシフィックに作り込んでいて、まあ、重い性能であった、重いモデルだったって言ってるんですが、まあ、それらと比べると彼らのモデルはまあ比較的コンパクトでまとまったモデルのため、まあモデルもコンパクトでなおかつ昔のやつよりも良いという結果が
得られたということを筆者らは主張しています。で、SLR のシェルタスクが多言語に対しても、データセットがあるので、それを比較した結果、イングリッシュとチャイニーズでは同様に、まあ、優位差があって、コンルのファーストよりも良い結果が得られたことを報告しています。で最後に、ワードエンビディングを利用した多研究モデル2014があるんですが、まあ、この手法では下方、ワードエンビディングのその構成を示す組成として、まあ、足し算してるだけなんですけども、まあ、その普通に足し算するよりかは点数先でちゃんと見た方が伸びしろも良くて性能も高いということをこの実験結果3で報告しています。はい、以上で発表を終了します。ご清聴ありがとうございました。あ、すいません、最後結論がありました。すいません、結論で、まあ、この実験を行ったんですが、まあ、工事の点数を使った組成表現を行うことで、まあ、様々な組み合わせを考慮した学習ができる。で、まあ、そのままだと、まあ、巨大な重み行列ができるため、まあ、複数の定時の行列に分解することによって、まあ、モデルをコンパクトにしつつ性能を維持することができると彼らは言っています。で、提案手法はコンル2009の SRL タスクにおいて組成を非常に作り込んだ既存手法よりも、まあ、良い性能を示しました。で、まあ、このことから、まあ、自動的に有効な組成抽出が行えることを、まあ、示唆しているのではないかと考えられます。はい、以上で発表を終了します。ご清聴ありがとうございました。